こんばんは。せーの、 AKB48 18期研究生です。イエーイ。それでは左から自己紹介お願いします。はい、はい、私の名前はと聞いたらカスミンって言ってください。はい、あなたのハートをバスミン。私の名前はカスミン。ありがとうございます。笑顔とエクマがちゃんポイント。大分県出身、高校3年生や18歳のかすみんこと工藤かすみです。よろしくお願いします。卒業してないの？卒業16日にしました。あ、そうなんだ。じゃあ高校3年生じゃないね。あ、ほんとだ。でもまあ3月まではね。そうだよ、高校生なんで一応高校生って言わせてください。よろしくお願いします。はい、夢の中でもみんなのアイドル、夢玉いすゞ、埼玉県出身、18歳、ゆえみこと坂井由美です。よろしくお願いします。ゆえみ、高校生で亡くなりました。おめでとう、卒業。はい、あなたの心にほっと一息、北海道の歌姫、二十歳、小彦と成田小日奈です。よろしくお願いいたします。二十歳になってから初めてキャッチフレーズ言った。えそう、初めて。じゃあ記念すべき一発目ということ で、なんかめっちゃ違和感だね。ね、うん、ということで、はい、ではタイトルコールをしましょう。はい、いちかばちかで全力一発ゆーめー。え、いちかばちか全力、いちかばちかで全力ですか。ね、え、なんかなまってたくない。なまってた。なまってたよ。わかんない、わかんない。それを置いといて、ね、この番組は AKB48 18期研究生がいろいろな企画に挑戦しながら新たな魅力を伝えていくレギュラー番組です。はい、AKB48 オフィシャルライブチャンネルでアーカイブ配信中です。見逃した人、もう一度見たい人はアーカイブをご覧ください。はい、アーカイブで見ている皆さん、毎週火曜日18時からショールームで生配信しています。こちらにもぜひご参加ください。はい、ショールームの番組参加方法です。ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりできます。ポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に出てきますので、どんどんアピールして投げちゃっ、あ、ちゅっちゅっちゃ。すいません、アイテムを投げてどんどんアピールしてください。はい、それではコメントを読んでみましょう。はい、かすみん、こんにちは。みんな元気かな。なんか不思議。 W？ なんで W？ なんで笑われてるの？なんで笑われてるの？笑わないで。髪髪かわいいだって。 W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 、 みんな笑ってる。ずっとなんかさ、これ、うん、ギフトがさ、すごい桜、何、本当だ、桜になってるよ。え、でもスタジオもね、気づいてる方もいるから。そう、そう、桜です。桜ではないですね。かわいい。私ね、花って名前ついてるし。確かに。確かに。ね、花の申し子ということで、はい、お願いします。それでは番組スタートしてすぐのランキングトップ3を確認してみましょう。はい、お、それでは3位から。はい、はい、せーの、3位、まゆさん、ありがとうございます。せーの、2位、大野貴文さん、ありがとうございます。せーの、1位、奈良さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。無料登録がまだの皆さんを登録して、コメントやアイテムへのご参加お願いします。お願いします。それでは拡散してもらいやすいように、ここでスクショタイムです。はい、10秒間カメラにアピールしますので、スクショして SNS で拡散お願いします。お願いします。せーの、じゃん。かわいい。今日は、今日はすごい、なんか呪いの言葉みたいにいっぱい書いてあるけど、ね、今日は小日向とゆえみとかすみ、忘れてたよね。ひどくない？しかも見てください、これなんかこれだけなんかホラーみたいな文字になってんの。かすみってすらないの、これ。かわね、かろうじてわかるけど、なんかさ、なんかさ、太い方で帰ったらこうなっちゃう。そういうお茶目なとこもかわいいね。じゃあリボンポーズしますか。リボンポーズ、なんだっけこれ、こうだっけ、なってる。じゃあいきますよ。せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。じゃ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 。
でよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今日の一発チャレンジは X で指定されたポストのリポストといいねの合計数200ごとに挑戦時間が1人10秒プラスとなります。今からでも間に合いますのでぜひ高評価お願いします。お願いします。本当にお願いします。はい、ここで最近を振り返っていきたいと思いますが、はい、最近はやっぱりね、はい、週末はピアアリーナ MM でコンサートが行われましたよね、2日間ありがとうございました。ありがとうございます。なんとね、私たちがピアアリーナ初めて立ってから約323日で数えたなんかアプリで計算するやつだったから計算したのよ。そう、どうですか、どうでしたか。え、なんかさ、18期初めて立ってからこうやってあの18期だけのオリジナル楽曲のマジネットをね、8人でね披露させていただいたら、ちょっと胸が熱くなっちゃって熱いやん、胸熱くなっちゃったね。でも私は、うん、今回初めてフルサイズということで、本当に本当にそう大変なとこもあったんですけど、なんかコンサートまでは長いなと思うけど、コンサートが終わってからすごくあっという間だなって思いました。本当に分かる、すごい短いなって思いました。はい、卒業コンサートも行われて、そうなの、そう、1日目は柏木由紀さんの卒業コンサートだったんですけど、そうそう、やっぱりたくさんの OG の方がいらっしゃって、ね、私たちは初めてお会いする方がすごく多かったので、本当になんか一ファンというか、ね、そういう気持ちで、そっち目線でめっちゃ見ちゃう、うん、なんか本当にエモいって思って、うん、小さい頃から見てたから、ね、本当にそう、不思議だった、うん、リハーサルちょっとガン見しちゃって、ねチラチラ見ちゃった、チラチラ見ちゃいました。本当に良かった、本当に良かった、はい、でもね、足悪い中ね、本当に頑張って出てくれて、そうなんですよ、ちょっとね、本来より出番は少なくなってしまったんですけど、うんうん、なんか途中で私が入っていくところがあって、うん、その時にアズが、うん、迎えに来てくれたんですよ。激アツ、そう、めっちゃ一人でね、誰もいなくて一人で迎えに来てくれたんですけど、うん、迎えに来てくれた整理で、あの間に合わなかったっていう、そう、センターステージ間に合わなかったって、そうなんだ、そういうこともあったんですね。そんな優しさの上に見てくれた方、はい、ですね、見逃し配信とかあるかもしれないので見てください。まだ見れるよね、多分見れる、Hulu さんで見れるので、ぜひ見つけてください。はい、はい、今後のお知らせはエンディングで発表したいと思います。はい、ここからは今日の企画です。タイトルコールをかすみ、はい、お願いします。いきます。18期のつぶやき、イエーイ。はい、メンバーの X での最近のポストをチェックしていきたいと思います。メンバーのツイートポストがね、ポストをちゃんと読んでいるか確認したいと思います。番組がピックアップしたメンバーのポストの文章の一部を隠してあります。その隠されたポストを当てる穴埋めクイズ企画です。おい、ちなみに3人みんなポストしてますか。あんまりプライベートのことはポストしないかも。確かに、確かにね、なんか難しいと思う、あんまり見てない、私も見てない、あんまり見てないかも、ね、なんかだから楽しみ、逆に、うんうん、確かに、これで知れますね、うん、でも懐かしいコーナー、これやったことあるの、ね、ない、え、初めて、え、初めて、そうなんだ、初めて、結構やったことある、私もある、じゃあ初めてということで、誰が1位を取れるのか楽しみですね、多分意味が1位かも、マジ見てないんだよね、本当に名前興味ないかも、興味持って、同期だよ、さ、流れてくれてくれるなんてしか見てない、あ、タワーだって、なんですか、タワー、ナイスタワー、ナイスタワー、見れるかな、見れるかな、ライブ職員でもやってたな、ライブさん、ライブさん、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ということでありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ早速聞いてコーナー、はい、行ってきます、はい、お願いします、あ、じゃん、え、クゴ、え、どういうこと、どういうこと、カスミンじゃん、そういう感じ、どういうこと、どういうこと、なんか前と違うね、ね、違う、なに、お、どうぞ、すごい、知らない、私分かっちゃう、これ知らない、自分だもんね、見たことない、ヒント言ってもいいですか、何文字言ってくれんの、え、何文字は言わないけど、うん、画像に注目してください、え、見てないの、分かったかも、待って、みんなこのツイート見てないの、見てるわけないじゃん、見てよ見るわけないじゃん、何、見て、知らな
わかりますよね。何これ。え、なんかわかったかも。え、これはあの画像が大事です。画像がヒント。メガネとチュロスと。わかったかも。え、知らないのみんな。え、やばいってそれは。私今愛が足りないですよ皆さん。え、わかったかも。でもクイズもわかるよ。え、しかも結構最近だよ。お話し会だもん。だって握手会だもんこれ。確かに。最近ですよ。この霞は見たよ。直接会った。ちょっと。え、この霞には会ってない。え、嘘でしょ。だけど。みんな全然覚えてくれてない。え、マジで悲しいんだけど。でもみんなからいいね来たよ結構。これさ、今日も一緒に頑張ろうって朝ってことだよね。まあ確かに私が朝それを使うかも。朝だって結構ヒントじゃない、ね、それ結構ヒントですね。見たような気がするけど忘れたなって。なんで忘れるの。お茶目だね。え、なんで忘れるの。私のツイートだよ。一つ覚えといてよ。ひどい。お茶目だ。覚えててください皆さん。も悲しいよ。はい、オッケー。はい、じゃあ行きますか。じゃあみんなでせーので行く、うん、行くよ。せーの、じゃん。え、何。おはよう、おはようメガネ。何。おはチュロス。おはチュロス。これチュロスはカタカナなんですよ。え、わかんないじゃん。まだわかんないじゃん。わかんないじゃん。まだわかんないじゃん。いや絶対そうだよ、本人だもん。じゃあ答え行きますか。じゃあお願いします。ほらおはチュロス。ゆみ正解だ。え、これダメ。え、カタカナまで合ってないとダメ。え、これが正解です。厳しい。じゃあ霞、もうひどい。 0.5 ポイント。 0.5 ポイント。ゆみ、まあ、ゆみみは確かに罰だけどね、正直。え、正解だよ。波もないもん。正解だよ。じゃあ 0.5 いいよ。さ、あんまりファンの人当たってなくない。え、そう、覚えてないんだよ。なんかさ、みんなもうちょっと回答して。覚えてない、知りませんじゃなくて、もうちょっとだけこれかなみたいな出してお願いだから。ね、お願いだから出して。だからさすが。いや、さすがに本人 0.5 じゃないこれ。なんでよ。1だよちゃんと。もう、みんなちゃんと答えて。あの、このきっかけにお願いだから。もう知りませんとかじゃない、覚えてませんとか、ちゃんと予想でもいいから送ってほしい。頑張って。じゃあ次行きますか。次。あ、え、東京スワンさんからありがとうございます。東京スワンさん、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、3月の7日のツイートです。最近ですよ、2週間前ですよ。めっちゃ最近だね。もうひどい、みんな、あつみんなって。はい、ということで次ゆみみ聞いていいよ。せーの、ダラララダラン。お、秋山ゆなちゃんです。お願いします。お願いします。あ、はい、わかりました。え、候補2つある。え、確かに2つある。候補2つある。え、なにこれ。え、何文字か知りたいかも。いや、でも全くわかんない、ね、これ TikTok とかその宣伝系あんま見ないかも。私回ってきたやつしか見ない。え、私候補が2つあってどっちかがわからないかも。なんか見た気がする。え、でもこれは見たの。これは見た。そう、え、見たけど覚えてない。え、これさ、書いて大丈夫なの。確かに。オッケー。自信ある。これ見た気がする。回ってきた気がする。ではいいですか。いけます。はい、せーの、ダーン。でかっ。シナモン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 。ミナモンみたい。では正解お願いします。あー、シナモンやん。これは、え、結構最近じゃないこれも。うん、これ最近だよね。見た気がする。ね、私も最近見た気がする。覚えてました。これ余裕だよね。さすがにね。大好きなってついてるからね。ね、ね、それちょっと結構ヒントになってるから。名刺しかないからね。あの、しかもその TikTok 見ました。私も見た気がする。うん、じゃあ、コヒナ見ちゃいますか。いいですか。お願いします。じゃん。え、成田自分だった。これは答えれるでしょ。え、自分のツイートも見てない。そんなことある。わかんない。お願いします。お願いします。わかんない。最近でしょ。でもこれさ、あ、分かった。週末だね。週末成田。え、ねえ、待って、ちょっと分からない。
え、コヒちゃんのさ、見てないの？見てない、待ってえ、こんな長か短かったっけ。え、こんな短かったっけ。え、なんだっけこれ。え、難しい。簡単だね。多分こんな、多分私も、多分ね、数字が不安。オッケー。え、待って待って、おかしい、文章がおかしくなった。え、待って、クロージングしたいね、さすがに。え、で、さすがに自分のだから。頑張って。何でもいいよ、あそこに当てはまりそうなの、うん、ね。夢これだと思う。じいちゃん自信持っていこう、自分の体に。分かった、うん。キンモクセイよかったくない？めっちゃよかった、めっちゃうまい。やった、なんか歌うまいメンバーだったよね、あれね。ほんと？え、違った？そうか。いいじゃん、いきます。せーの、じゃん。え、たまつく5人歌うまメンバー、たまつく4人。え、待って、最悪や、うん、じゃあ、正解お願いします。え、たまつく誰増えたの？え、誰、た、どこに入ったの？え、待って、え、5人じゃなかったっけ？誰いたの？どこで見えた？違った。遠隔が見えてたかもしれん。なんかセン、見えないセンターがいたの。 0.5 じゃないですか？ゼロやろ。厳しい。え、そうですね、これはもともと別に他がつくからといって集められたわけじゃないんですけど、うん、私がそう、このね、メンバーを見たときにこう並んでて、小田さん、田口さん、成田、太田、こう他がね、全部並んでて、うん、あれ、これ全員他つくなと思ってツイートしただけなんですけど、うん、みんな気づいてなかったみたいです。確かに、私も初めて知った。太田さんとかもね、リプでね、気づかなかったって。そうなんですよ。で、一応歌うまユニットとして選ばれたんですけど。え、そうだよね。え、だから歌うまってこと？ゼロダメだよ、それ。私では惜しいな。見えたんだけどな、私には見えました、もう一人の歌が。本当に、うん、見えないセンターがいたみたいですね、多分。そう。もう一問ぐらい行きますか。じゃあ私行きます。じゃん、どれで、あ、アダイちゃん、アダイちゃんです。アダイちゃんです。誰、なんだろう、サイちゃん。サイちゃん、お願いします。え、わかんない、ちょっと長い文章、難しい。え、これさ、わかるけど一言一句はわかんない。あ、わかった。え、こんな短かったっけ。え、ね、わかんない。ね、で、一語一句わかんない。わかんない。なんとかな、なんとかなんで、なんだっけ。全然見てないね、ツイート。ひみわちゃん、ゆめみが一番見てないくらい見てないね、全然。ちなみに、私のだいたいわかるじゃない、こういうのって。ちょっと待って、あの、何があるか思い出してる。なんだっけな。ねえ、一語一句わかんないよ。どうしよう。なんだっけ、これなんて言うんだろう。難しい。ねえ、難しい。二つある方法が。え、なんかそんな感じなのかなっていうのはあるけどさ、思いつかない。ね、え、長い文章はちょっと NG だよ。え、それはわかるんですよ。え、そうなんですよ。それはわかるんですよ。その前がわかんない。その前がわかんないの。わかるんだよ、ね。その、どこだ、そこわかるんだけどさ。なん、なんのって言ってたっけな。え、そうなのに、二つあるの。でも、いや、そう、でいい。え、なんだっけ。待って、こういうのじゃない？何やったっけ？できたかもしれないです。お待たせしました。わかんない。できたかもしれません。わかんないか、これでいいよ。はい、ニュアンスでね。せーの、じゃーん。特大ジャンプ。3
サビのフリーです最後の最後サビの大ジャンプだって。確かにサイちゃんめっちゃジャンプしてんだよね。じゃあいきますか、答え、せーの、抜けします。大ジャンプね、これ特大ジャンプでよくない？惜しい、私が一番惜しいよ。えサビの大ジャンプ、ゆえが一番欲しいじゃん。サビのフリですだからダメだよ。わかるんだよね、あそこって一人だけジャンプ。そうなの、しかも違うのよ。え、サビの、え、ダメこれ正解だよ。惜しくないこれ。え、これも惜しくないですか？惜しい。え、なんで、でもサビなんてないよ。だってジャンプするとこサビだけやん。いや、ダメだよ。なんでなんで自分で決めるの？特がついてるもん、大ジャンプだから。特大ジャンプ、いいやん、ニュアンスやん。最後サビのニュアンスやん。何ポイント？え、1ポイントずつ？はい、やった。え、自分に厳しく 0.5 にしとこう。なんで？じゃあ 0.5 と 0.5 にしよう。え、夢目ゼロね。惜しかったね。惜しくない。いや、わかるのよ、場所は。え、いや、わかるよ。いや、私もわかるよ。まだ行ってます。じゃあ、夢目引きまーす。せーの。せーの。じゃじゃーん、お、山口ゆいちゃんです。ね、ね、一番厄介した。一番難しいのゆいちゃんが。でも最近のさ、最近なんか落ち着いてるみたいな。え、確かに。え、あ、はいはい、わかんない。ついに、あ、それ、ついに卒業。この絵文字どっから取ってきたん？この絵文字初めて見た。初見なんだけど、初見。待って、何これ。よーってなんか悲しそうじゃない？え、これ本当に難しい。今すでに高校生の気分だよ。なんだっけ。え、ね、ゆいちゃん難しい。ファンの人もなんだっけって言ってる。今すでになんかもうニュアンスで。え、見たことある？ない。え、めっちゃ見たことある。あ、偉いねってなったもん。偉いねっていうか、そうだよねって。え、そういう感じ？え、そうだよねっていうか、まあ、そうは私はなったことないけど、あ、そうなんだみたいな、かわいいねって感じ。え、分からん、何それ、難しい。え、分からない、いや、見たような記憶もあるけど、意外とみんな全部覚えてない。できました。はい、はい、じゃあいきますか。はい、せーの、じゃーん。緊張して泣きそう。はい、今すでに泣いちゃうよ。足がブルブル震えてるよ。わ、それっぽい。それっぽい、本当にそれだと思う。正解、正解お願いします。お願いします。惜しい、惜しいね。しい、これブルブルいらなかったか。緊張して泣きそう。え、あそこのさ、緊張しててんの後があれだよね、隠れてたよね、うん、え、私1ポイントじゃない？厳しい、厳しい。1ポイント、厳しい。 0.5 じゃない？ 0.5 か、ちょ、自分に厳しくいくわ、ちょっと今日は。じゃあ、私は 0.5 ポイントということで。次ラスト、ラスト？え、またすごくないか？え、すごいじゃん。え、みんな全然ツイート見てないじゃん。もっと見て。だって仲いい人のわざわざ見なくない？え、見るやろ。え、本当に？本当に？え、見ますよね。なんかあったらすぐ連絡しちゃおう。確かに。いきます。え、でもみんな、何？サコー！全員出たね、ここ。本当だ。え、恥ずかしい。ここは何書いてんだろう。え、わかんない。これ分かんない。これ分かんない。わかんない。見たことない。いや、あるでしょ。え、ないの？え、流れてくるくない？え、流れてこない。ねえ、わかんない。何これ。やばい。なんだっけ。でもね、2つ言い方あるんだ、これ。15歳のゆいちゃんも。え、なんかニュアンスしか覚えてない。自分のツイートなのに。え、みんなもっと気持ち込めてツイートしようよ。いや、気持ち込めてるけどさ、一つ一つにさ、もっと気持ち込めよう。ツイート。え、だってさ、ファンのさ、みんなもさ、知らないって来てる。え、嘘
わないよね、わざわざ。え、覚えるよ。なんで？え、てか見たらさ、わかるくない？大体こんな感じかなみたいな。記憶力がいいんだね。ありがとうございます。すごい、他の人に興味があるんじゃない？あー、ね、確かに。え、待って、好奇心旺盛みたいな。ね、自分もわかんないかも。なんだろう。でもね、わかんない、私も、これ。え、ゆえみさんは15歳のゆいちゃんの、自分がわかんないって、一番とても、え、2つ言い方あるんだよね、これ。どっちか迷う。かすみ、だから覚えてるから頭上がらない。W。笑わないね。え、わかんないよ、これは。いや、これ何も思い出せない。私もちょっとこれは自信ないです。はい、はい、いきますか。せーの、じゃーん。ずっと赤ちゃんでいたね。え、そう、たくさんお菓子買ってあげるね。え、お菓子系バブちゃんで可愛い。え違った。お願いします。お願いします。わらんね。普通さ、ね、この流れだったらさ、ね、赤ちゃん系じゃん。ね、赤ちゃんだと思った。甘くしてるイコールさ、ゆいちゃんお菓子じゃん。そういうことか。確かにね。まあ確かにね。あげたの？うん、あげてない。あげてないんかい。あげてないんかい。でも今日ね、ラムネあげた。あ、ゆいちゃんに。いいじゃん、えら。ゆいちゃんに1個ちょうだいっていつも言われる。1個じゃないからね、でも、うん、2個ぐらいあるね。あ、はい、ということで、何ポイントでした？え、わかんない。あ、なんと、工藤かすみちゃんちゃんが3ポイントで、私、佐藤由美が 2.5 ポイント、成田小日野も 2.5 ポイントということで、工藤かすみの大勝利。すごい。もう私、18期のこと、みんなのこと好きですから、一つ一つ覚えてますよ。すごいね、思い出大事にするタイプ。そう、本当に、ね、写真の枚数多いもんね。そう、私まず写真3万枚ぐらいあって、思い出消せれないタイプ。 USB にも入れてるタイプなんだけど。3万枚でも。なので、あの、ちょっとこれからも思い出大事にしていこうかなと思います。皆さんもね、あの、いや、思い出大事だよ。ポストするとき、あの、力込めてやってください。え、込めてるよ。込めてるけどさ、本当に忘れちゃうもの忘れちゃうもの。そうだよね、うん、そういう時もあります、ね、でも家も3万円だけど、家もそれぐらいある。3000枚ってさ、やばくない？アイドルだよ、一応3000枚の。アイドルで3000枚ってやばくないですか、普通に。桁が違いますね。はい、ということで、はい、メンバーを一番チェックしているメンバーは工藤かすみちゃんでした。はい、ぜひ皆さんも私たちの X のフォローよろしくお願いします。はい、お願いします。以上、18期のつぶやきでした。はい、はい、続いてはこのコーナーです。かすみん、お願いします。え、私？うん、かすみんってこい。はい、いきますね。うん、一発チャレンジ、イエーイ。ウウウウ、待ってました。待ってました。待ってましたよ。お祭りか。このコーナーでは18期メンバーの団結を深めるため、はい、毎回テーマを設けて様々なチャレンジをしていきたいと思います。はい、5ポイントゲットするごとにご褒美企画が行われます。ということで、今回現在は新しいご褒美に向けてのチャレンジ中です。はい、前回のスマホ入力チャレンジをクリアして現在4ポイントです。リーチ。今日からのチャレンジはみんなでつなげルービックキューブチャレンジです。まずは先週の様子を見てみましょう。どうぞどうぞ。え？頭何つけてん？え、うちらもつけた。離させた。ひなちゃんとさえちゃんめっちゃ練習してたよね。あ、これすごい。あ、でもさ、これ、あ、切れなくなってない。
緑できた。すごい。やった。次は何色？これダメなんですよ。でも6面それない。同時に6面できる。1面ずつじゃないんだ。意味ないんですよ。3、2、だから。ああ、でもすごい。これ手順があるんですよ。ということで、はい、ルールは8人で協力してリレー形式で6面のルービックキューブを揃えるシンプルな企画です。こう先週の状態からこう封印されてたみたいで誰も触らないようにえすごい。これがね多分先週の状態、幻のあれですか、ルービックキューブですか。幻の触ってったやつ、ちょっと変わってるやつ、ちょっと違うらしいです。やばい、緊張する。はい、1人の持ち時間は30秒ですが、今回も皆さんの力で攻略に近づきます、はい、X で指定されたポストのリポストといいねの合計数200ごとに挑戦時間が1人10秒プラスとなります。まだ間に合います。よろしく、今すぐよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっとね、不安しかないね。ちょっとこっち、え、そうなの。え、しかも、うん、一面揃えるじゃ意味ないんだもんね。うん、え、これ手であるんですよ、普通に。かすみ攻略あるんですよ。かすみって できそう。まず、うん、十字に揃えてください。え、無理だね。どうやって十字に揃えるの。え、ヒント例えば真ん中にあるじゃん、うん、真ん中にこの持ってきてほしいやつを真ん中に置くの。そしたらどういうことえ、この黄色揃えたいとするやん、まず、うん、そしたらこの真ん中の段にこの黄色が来ればいいの、うん、とりあえずね、うん、真ん中の段にこれ黄色あるじゃん、そしたらここに回せるから、こう作りたのね、十字を、うん、だから次黄色探します、うん、あ、ここ黄色あります、ここ十字にしたら揃えるでしょ、うん、であとこことここ欲しいじゃん、うん、先生、あ、ここありました、あとここだけじゃん、うん、でこれこっちにあるからこれ移動して、もうここ他のずれちゃうじゃん。いや、そしたらここ上を移動すればいいの。ここを変えればいい。ちょっと分かってないよね。先生、ちょっとね、説明がちょっと長いです。ごめんなさい、今集中してました。集中モードに入ってました、先生が。はい、ということでリポストが148、いいねが399ということで合計545でプラス20秒。うわ、1人20秒ってことだよね。ありがとうございます。ってことはいけるね。いけるいけないか。え、いけるよね。みんなの前があったら絶対いけます。そうだよね、先生頭いいって。まあね。まあね。まあ、でも一応ね、めっちゃ YouTube 見てきた。攻略 YouTube みたいな。天才。いやね、何もわからない。見たけどよくわかんない。そうだよね。うん、まず、誰から行くか。ね、やっぱ、かすみ最後に取っとかない、うん、希望。いいよ。希望で。じゃあ、これ頼むな。これ。せーの、最初はじゃんけん。はじゃあ2番目、あ、でも2番目で。あ、オッケー、じゃあ私この順番がね、ね、いいね。1,2,3 でやりたいと思います。はい、アドバイスしても大丈夫。どこからやればいい。あ、これもうすぐ黄色揃えそうだから、こことここ揃えてほしい。眠い。できない。できろ。ね、ちょっとヒント言って、助け合いだよこれ。そうだよね、人生助け合いだよ。そうだよ。ちょっと言ってここ横、あ、まだ大丈夫です。なになに。はい、スタートしてくるだって。じゃあ用意スタート。どこ？横まず動かして。どこの横？ここ。わあ。ここ。違う。どこ？ここ。上の段だけ。わあ。上の段だけをこういう。違う。こう持って。あ、ここ。なんで？そしたら。そしたら。わあ。触ったの。今の分かったよね。今の見てたよね。一応ね。
だけ上を動かせばいいの、わかる？ここ縦とか動かしてだってここを動かしたくないんだから、わかった？わかった。じゃあ行きましょうか。じゃあゆうみちゃんお願いします。そう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 。あー違う。先生が怖いよ。ねえちゃんと横向いてちゃんと。もう先生が怖くて。あ終わった。終わったこれは。え来てる来てるよ。あ来てる来てないわ全然。これでなんかこの黄色じゃない？この黄色。何してるの？ねね先生無理これ。いけるいける絶対いけるよりなら。あきた。その後はここはここ揃えてほしい。こことここ揃えてこことこ。こここ180度回してこ、あー違う、これを100、ここを180度回すの。そう、ストップ、ストップ、もう一個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 、こっちこっち、うぅー、え、ゆうみさん怖い。でもね、最後に先生残ってるんで。実は先生、この一個知らないんだ。
たいと思います。お知らせです。はい、ダダダン、AKB48 17期生昇格記念ライブ新メンバー挨拶回り、私たち AKB48 ですっていうね、あの全国ツアーですか。そうなんですよ、これが開催されるということで、はい、まずは7月21日に宮城、はい、8月3日に大阪、8月18日に愛知、8月31日に福岡、9月28、29に神奈川ということで、17期生さんと18期研究生、そしてお手伝いメンバーとして19期研究生も出るということ で、そうなんですよ、ね、昇格記念なのに、私たちも出させていただいてありがとうございます。ぜひ皆さん来てね、ご応募待ってます。はい、お待ちしてます。本当に楽しみ。そして、ないかない、ね、ないです。あの口頭でお願いします。お願いします。あ、半身っていうのはあの二次販売がこの後19時からございますので、あのぜひ皆さん二次販売、うん、あの落選してしまったって方や、うん、あ、申し込み忘れてたって方はね、うん、ぜひこの機会に二次販売ありますので、ぜひ18期のお待ちしてます。18期研究生の今私たちの花が咲く、ハッシュタグ今咲くで皆さんたくさんポストしていただいたり、はい、ね、いただいたその楽しい ね、はい、今日時間を共有したいので皆さんお願いいたします。ね、どんな内容かね、まあね、まあね、そうなんですよ。そうなんですけど楽しみですね、これから、はいはい、最後に、それでは詳しい情報は AKB48 のオフィシャルサイトでご確認ください。お願いします、お願いいたします。では最後にランキングを確認してみましょう。はい、では13位から、はい、せーの、13位、ゆいとさん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位、さやかさん、ありがとうございます。せーの、11位、大野貴文さん、ありがとうございます。せーの、10位、ジロリンさん、ありがとうございます。せーの、9位、焼きそばさん、ありがとうございます。ありがとうございます。せーの、8位、ゆきおさん、ありがとうございます。せーの、7位、大輔さん、ありがとうございます。せーの、6位、ウォーターメロンさん、ありがとうございます。せーの、5位、アンさん、ありがとうございます。せーの、4位、トシちゃんさん、ありがとうございます。せーの、3位、ビビアンドベベさん、ありがとうございます。せーの、2位、ナーラブさん、ありがとうございます。せーの、1位、東京のスワンさん、ありがとうございました。はい、次週のメンバーは秋山ゆなちゃん、八木あずきちゃん、そしてさこゆめみちゃんです。すごい、ありがとうございます。はい、ということで、それでは以上 AKB48 18期研究生でした。